それじゃあ開始。ガンガン集めるってばさ。この旗を回収していけばいいんだな。分かってると思うけど時間が勝負よ、この二次試験。そういえばゴールデンフラッグというものがあるらしいね。うん、手に入ればかなりの加点がされるらしいけど、そっちに気を散らしすぎて結局手に入らなかったらただの時間の無駄だし、だから基本は普通のやつを集めることに集中して、余裕があればそれも狙うっていきましょう。だね。ゴールデンフラッグ設置。いい？ゴールデンフラッグの出現は制限時間ありよ。制限時間をオーバーすると消えちゃうから注意しなさい。ちなみにゴールデンフラッグの配置場所については4つのヒントを渡すわ。その4つのヒントをもとに素早くフラッグを手に入れなさい。サラダ、ちゃんとやってるか？やってるよ。っていうか仲間を疑う暇あったら足を動かしなさい、足を。わかってるってばさ。ゴールデンフラッグのありかを示すヒントを送るわよ。ヒントをもとに迅速にフラッグを手に入れてみなさい。いい感じ、いい感じ。ゴールデンフラッグのヒントを送るわね。ミツキ、そっちはどうだ？まあまあかな。そっちは？バッチリ順調。さすがはボルトだね。次のほかげはやっぱり君が。ほかげになるのは私。サラダ、こんな時でもツッコミありがとう。時間切れに伴いゴールデンフラッグ設置を解除。いい感じ、いい感じ。次のゴールデンフラッグよ。そっちの調子はどうなのよ、ボルト。そりゃ愚問だな。バッチリに決まってんじゃんか。はあ、ならいいけど最後まで油断すんじゃないわよ。ゴールデンフラッグのありかを示すヒントを送るわよ。ヒントをもとに迅速にフラッグを手に入れてみなさい。ぬぬ、うまいこと集められねえってばさ。ゴールデンフラッグのヒントを送るわね。はい、そこまで。試験終了。にかかれば楽勝だってばさ。やったな。俺らにかかればと。次はいよいよおかげが観覧。その通り。ついにここ。あ、とりあえず三次試験は。はい。当日は里の外にある試験会場の前で。わあって。ボルト様に任せておけ。
ここがまずはそう。了解だ。了解だ。よう。お開始。おうちゃん。自然と力が入るな。やるな。この調子で頼む。よし。このバトルって母ちゃんがいるんだよね。気を抜かねえように死ねと。ちょろいか。呼び出しには多い。Yeah!
やるね。よし。よっ。戦闘開始。おっちゃんたちが相手か。どう攻めたもんかな。なるほどな。貴重なテストデータが。